第1回チキチキ夏のレモン祭り。今日の飯はレモン醤油の揚げ浸し。トロトロの茄子と衣がついた豚肉にキリッとした酸味のレモン醤油だしが染み渡る。レモン1個を丸々使い、あれもこれも作っちゃう。レモンパーティーの開催や。まずは漬け汁作りから。水洗いしたレモンを真っ二つにかち割ったら、スライスレモンを4枚切り出す。余ったレモンは後で全て使うので取っておくように。そしたらバットにだし汁を 300cc 用意や。いつもは引いただしを使ってるが、今回は簡単に白だしを使う。引いただしを使う場合は塩で味付けし冷ましておく。今回の白だしは濃縮10倍。各メーカー濃度が違うので、各々で調整してほしい。今回は大さじ 1.5。濃いめが好きなら2。さらに醤油を大さじ2。そこに先ほどのスライスレモンを漬け込む。さらに先ほど余ったレモン半個分の汁も加えていく。以前の動画でレモン絞り器を使ったが、今回は絞り器なしでやっていこう。まずはフォークを用意し、親の仇かのようにレモンにぶっ刺す。そしてフォークとレモンを逆方向にひねりながら、花山香るをイメージしてレモンを握りつぶす。あんまりやりすぎるとフォークの先端がひん曲がることがあるので、高級なフォークは使わないように。あと出汁が熱い状態だとレモンの風味が飛ぶので、冷ましてからやってほしい。香りが強いレモンの皮、こいつは削って入れておこう。続いてはナス。前回の動画でも触れたが、ナスの額は斜めにこそぎ落とすように切ると先端まで無駄なく使える。額を取ったら縦に真っ二つ、脳天から竹割りや。真っ二つにしたナスの皮面に細かい切れ込みを入れておく。この下処理をすることで厚みがあるナスでも火が通りやすく味もよく染み込む。ちなみにこういう黒い物体を切るときにサングラスをかけてると切れ目がまるで見えなく非常に危ない。もはやほぼ噛んで切っているので、料理をするときは必ずサングラスは外そうね。これから素揚げしていくんで、油跳ねしないよう表面の水分は拭いておく。ナスは切った瞬間から断面が酸化し変色してくるので、切ったらすぐさま調理開始や。なんか家で揚げ物しない人が多いらしいんで、今日は簡単に揚げ焼きにしていこう。フライパンに1センチほど油を敷いて添加。油が温まったらナスをすかさず投入。油の温度は中温程度でいい。ナスを投入したらまず表面全体に油を絡ませる。表面を油でコーティングすることでナスの酸化、つまり色落ち変色を防ぐ中寸法や。一通り油を絡ませたら、火の通りにくい裏面から揚げ焼きにしていく。ナスがやや柔らかくなってきたらひっくり返す。表面がいい感じのきつね色になってきたら速やかに引き上げる。ナスは火を通しすぎるとどんどん縮こまっていく。ぼんやりしてる暇はない。余熱で火が入ることも考慮し、気持ち早く引き上げるぐらいでちょうどいい。揚げたナスは熱いうちに先ほどの漬け汁に漬け込む。冷める過程で味が染み込んでいく。そしたら次は豚肉や。豚こま肉に衣をまとわせる。今回使ってるのは片栗粉やが、ガリッと揚げてもどうせ漬け汁に漬け込むんで小麦粉でも大丈夫や。まんべんなく白い粉がまぶさったら、先ほど余った油でこいつを揚げ焼きにしていく。火が通ったら硬くなる前に速やかに撤収や。これも熱いうちに漬け汁にダイブ。もはやこの段階で食っても十分うまいんやが、夏なので今回は冷やしでいこう。
粗熱が取れたら落としラップをし、冷蔵庫でしばらく寝かせておく。よし、味もしっかり染み込んでうまそうや。彩りに小ネギでも振りかけておこう。お好みで七味や黒胡椒をかけてもいい。よし、完成だ。レモン醤油の揚げ浸し。余ったレモン半分はどうするかって、ここで使うんだよ。本日の飯のお供、生搾りレモンサワーだ。いただきます。ナス、トロットロのナス、噛むとじゅわっとレモン醤油だしが口の中に溢れてたまらない。そしてキンキンに冷えたレモンサワー。一から作るレモンサワーはやはり格別だ。そんじょそこらの居酒屋は優に超えている。衣をまとった肉もたっぷり汁を吸収し、実にジューシー。普通に醤油とみりんで作る揚げ浸しもうまいが、このキレのある味が実に夏らしくて食が進む。あっちゅう間にいい感触。しかしこの汁、うますぎてこのまま捨てるのはもったいない。よし、あれで締めるか。レタス、スープ、オリーブオイル、めんつゆ少々、とどめのブラックペッパー、即席レモンレタスそうめんや。こいつが本丸だったか。この清涼感、限界に近い腹でもまだまだ食える、飲める。まさにそうめんは別腹。しかしまあ、レモン1個でここまで楽しめるとは。米津玄師もさぞかしびっくりするに違いない。